だいぶ近くになりましたけどね。はい、ここでございます。今日ヘグル町ずいぶん回ったんだけどね、ここだけ回ってなかった。中屋お坊さんね、天武天皇のお坊さんかな、藤原さんからちょっといろんなことでね、自害に追い込まれましたね。ね、親子4人で。なんか俗日本書紀かなんかによるとね、生駒山っていうようなこともなんかちらっと聞いたことあるんだけど、どうなんだろうね。長尾天武天皇お孫さん書いてあるね。どうなんだろうね、ここは。おお、一応ね、古墳の形をしてるね。マウンドありますね。もしこれが石室が空いてるとするとね、南側はこっちでございますからね、こっちの方に石室空いてるか。空いてないね。もう中見えるかね。前全然見えなかったんだけどね。回れませんか。回れないね。幅が30メートルで奥行きが20メートルぐらいかね。ね、不運の死を止められましたけど。ヘグル城来とるのにね、ここ寄ってなかったんですよ。で、慌てて引っかいてきまして。お墓も、あらあら、長屋を、これを越えるわけですか。なるほど。はい、じゃあちょっと行ってみましょう。うわー、すごい石垣が、もうそういうのが。これはすごい石垣でございます。石垣に見とれて来てもだけど、すごいね。あ、こっちもだ。あ、いいね。おお、なるほど。あら、この妙だ。吉備内親王の墓がね、そこやね、反対から上から来てもだか、石垣にね、目がくらんで、お、これはすごいと。これはすごいね。いや、素晴らしい石垣のやつ、なんか書いてあるか。書いてないね。こっちもだ。あら、すごい、この石垣は見事なもんでございます。こうだ。え、どこやったっけ。これはそうですわ。作ったんだけどね。長屋王さんの妃でございます。長屋王のね、
奥さんでございます。こんな墓がね、こちらの方でございます。吉備内親王の墓、これね、吉備内親王の墓。書いてあるかな、岡宮天皇内親王の怨霊。一応マウンド作ったんだけどね、藤原さんに滅ぼされましたかね。みんな自害に追い込まれたようですからね。長屋王さんも、吉備内親王も、それからお子さんがと思ったんだな、あったんかな、2名くらい。もう亡くなってはるね。反対が裏からまでしたんだけど。この上にはね、吉備内親王の墓あるんだけどね。はい、ありがとうございました。